フランシス・オディナカ・ウゾホは、ナイジェリア・ヌアングレ出身のサッカー選手。オモニア所属。ナイジェリア代表。ポジションは、ゴールキーパー。スペインでは、単に、フランシスと呼ばれる。ナイジェリア出身で、14歳だった2013年に、カタールのアスパイア・アカデミーに加入した。当初はフォワードだったが、12歳の時に、足が遅すぎるとみなされ、ゴールキーパーに、 コンバートされた。2016年にバルセロナで行われた大会で活躍し、デポルティーボラ・コルーニャのユースチームに加入した。年齢の問題から2017年1月以降に契約が可能となり、1月に契約を結んだ。2017から18シーズンにデポルティーボビーに昇格し、2017年9月10日の 西軍ダディビシオンビーレアルマドリードカスティージャ戦でデビューした。2017年10月15日 SD エバル戦でリーガエスパニョーラ初出場しトップチームデビューを果たした。18歳352日でのリーガエスパニョーラデビューは外国人ゴールキーパーとしては最年少で2017から18シーズンのリーガエスパニョーラで レアルマドリード CF のアクラフ・ハキミに次いで2番目に若い選手となった。2018年8月4日、デポルティーボとの新たな3年契約を結ぶ。18から19シーズンは、同じくセグンダ・ディビシオンに所属するエルチェ CF へ1年間のローン遺跡で加入。冬の遺跡マーケットにて、エルチェは新たに GK を補強した。ウゾホは安定した。 出場機会を確保するため、18から19シーズンの下半期をキプロスのアノルトシスに所属することとなった。2013年に14歳ながら U-17、ナイジェリア代表の控え GK として2013、FIFAU-17 ワールドカップを制覇した。2017年10月、ナイジェリア代表に初招集された。2017年11月14日、 アルゼンチン代表との親善試合で代表デビューした 2018FIFA ワールドカップに出場するナイジェリア代表の本大会メンバーに選出された。ありがとうございます。